腸内フローラ最新研修、5つのタイプと腸年齢。テレビ朝日羽鳥慎一モーニングショーで2022年10月の28日金曜日に放送された腸内フローラの内容を腸活ダイエット整体師の観点からギュッと凝縮してお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、腸内フローラ最新研究から見えてきたダイエットのポイントとは。2つ目、5つのタイプと気になるあなたの腸年齢の計算方法を具体的にお話ししていきます。それでは1つ目の項目です。突然ですが質問です。あなたは最近便秘気味ではないですか？それには理由があるんです。今の季節、寒暖差が激しいですよね。ちょっと汗ばむなと思ったら急に冬のように寒かったり、このような季節は自律神経が乱れてしまって、結果あなたの腸の動きが低下する、イコール腸内環境が悪化しやすくなっているんです。この腸内環境が悪化するとデブ菌と呼ばれる悪玉菌たちの毒性物質で腸管が麻痺してしまうんですね。するとせっかくの腸の運動、蠕動運動が低下して、結果どうなるでしょうか？そうです、便秘になるんです。この便秘に関する案件で、どの季節に便秘になりましたかというアンケートで、なんと 73% の方が秋冬に便秘になりがちという答えが出てるんですね。この秋と冬に便秘が増える、その原因は水分不足と運動不足なんですね。私のクライアントの方もそうなんですが、住川先生って、特に普段から食べるもの量も変えてもいないのに、なぜか最近便秘がちなんですで、よくよくカウンセリングすると、やはり夏よりも水分の摂取量が減っていたり、なかなか寒くなって運動が億劫で、ウォーキングが回数が減ったり、こういった結局水分不足、運動不足が原因で、この秋と冬というのは自律神経のアンバランスも重なって、皆様が便秘になりやすくなってしまっているってことなんですね。では便秘になるとどうなるか、もうズバリ肥満になります。もう代謝が爆下がりですよね。どんどん太る、毒素もたまる、もういいことないんです。プラス生活習慣病も併発しやすいと言われています。例えば高脂血症、動脈硬化、糖尿病などなどですね。なので専門家によると、便秘の方は早く亡くなる率が高いそうです。ではそんな肥満だったり病気だったり嫌な便秘を改善するためにはどうしたら良いのでしょうか。ポイントが3つあります。1つ目、善玉菌を増やすことです。例えば乳酸菌、ビフィズス菌ですね。日本食で言えば味噌汁だったり、ぬか漬けだったり、ヨーグルトもそうですよね。そういった良い菌、善玉菌を増やす食べ物を積極的に摂取することで、腸の蠕動運動を促していきましょう。ポイント2つ目は、適度な運動を心がけましょうなんですね。特に難しいことしなくていいです。特に無酸素運動のような、こう筋トレでウォリャーとかね、そういったことではなくて、ちょっと普段よりも早歩きをしてみる、もしくはウォーキングをしてみる、エスカレーター、エレベーターではなく階段を使ってみる、こういったちょっとした刺激で腸に良い刺激が伝わりますから、ちょっとした工夫、心がけをするだけでも変わってきます。そして3つ目のポイントはこちら、食生活の改善ですね。この項目1にもつながりますけれども、まずはやはり便秘解消に必要なのは、たっぷりの食物繊維を摂ること、そして秋冬に陥りがちな水分不足ですね。水分をしっかりと補給する。私もクライアントの方には、この時期は絶対に常温でも冷たいですよね。ですから白湯です。白湯、ぬるめのお湯をしっかりと、やっぱり1日あたり2リットルは飲みましょうねと指導してるんですね。そしてポイントは、例えば乳酸菌、納豆菌、そういった菌がいいからといってばっか食べですね、例えば納豆ばっかりとか、そういった偏ってしまっては腸内細菌の種類も偏りますから、非常に良くないんです。この番組内でも
京都府立医学大学大学院教授の内藤先生もおっしゃってましたが、やはりバランスよく多品目をよく噛んで食べましょう。ここが基本になります。そして番組内ではやはり体が温まる食物繊維とタンパク質がバランスよくたっぷり取れる鍋料理を紹介されてましたね。味付けはまあキノコの鍋だったり豆乳だったりキムチ、バリエーション豊かですけども、やはりベースは腸活メニューになります。そして私腸活ダイエット整体師の観点からお伝えしますと、リンゴ酢さゆを1日1杯から2杯飲むのがおすすめです。詳しい効能やレシピは私の YouTube チャンネルの人気のアップロード動画、コントリックスとリンゴ酢を掛け合わせたドリンクレシピおすすめですので、ぜひご覧くださいね。ではここから2つ目の項目です。一体あなたはどの腸内環境のタイプなのか、5つのタイプ、そのそれぞれのポイントと実際のあなたの腸の年齢を計算する方をお伝えしていきます。まずは1つ目ですね、5つのタイプなんですけれども、その前にこちら腸内フローラ聞かれたことありますか？こちらはね、100種類100兆個の腸内細菌の集団のことを表す言葉なんですね。そしてそれになんと5つのタイプがありますよというのが最新の研究で分かったそうです。では1つ目はタイプ A の方、こちらは揚げ物タイプと別名呼ばれていて、タンパク質や脂質の中心とした食事をとっている方のタイプになります。例えば唐揚げたっぷりに白米と味噌汁、こういった唐揚げ定食のようなものですね。そして2つ目はタイプ B の方、洋食タイプと呼ばれています。三大栄養素がバランスよく取れる丸のタイプの方です。例えばロールキャベツにスープ、ヨーグルトに豆サラダと白米、このような洋食の定食メニューですね。では3つ目はタイプ C の方、別名炭水化物タイプの方ですね。もう超炭水化物の塊、偏った方のお食事を言います。例えばラーメンとチャーハン、ラーメンと餃子みたいな炭水化物のみの方ですね。そして4つ目はこちらタイプ D の方、糖質プラス油の方ですね。これはタンパク質と脂質と糖分が多いっていう、そういった食事、例えばハンバーガーにフライドポテトにコーラ、炭酸飲料、まあ、こういった方のメニューがこのタイプ D になります。そして最後5つ目はこちらタイプ E の方、和食タイプの方ですね。お野菜とお魚、バランスの良いお食事の二重丸のタイプの方です。もう和定食そのものですよね。ご飯にお味噌汁、そしてお野菜たっぷりお漬物とお魚、まあ、こういったバランスが取れた方はタイプ E になります。あなたはどのタイプでしたか？丸のタイプの方は B と E の方ですね。この B タイプの方は脂肪の吸収を抑える痩せ菌、バクテロイデス属が多いんです。そして E タイプの方は痩せ菌と呼ばれる善玉菌のプレボテラ属が多くて一番健康なんですね。そして残りの A、C、D のタイプの方は生活習慣病にまっしぐらという危険な食生活になってらっしゃいます。腸活ダイエットの観点からお伝えしましても、やはり炭水化物の塊、まあ、糖質ですよねとか油物ばっかり偏ってらっしゃるということは、デブ菌と呼ばれる悪玉菌が優勢、イコール腸が動かない、便秘になる、代謝が落ちて太るというね、負のスパラルへと入ってしまいますから、ぜひできるところから取り組んでいきましょう。ではお待たせしました、ここから超気になるあなたの実際の腸年齢計算していきましょう。実際の年齢以上に腸年齢の方が高い場合はイコール太る状態にいらっしゃるということですか、ぜひチェックしていきましょう。まずこちらチェックシート1の項目9つ見ていきましょうね。いかがですか？いくつ当てはまりましたか？その当てはまった数ありますよね、かける2倍を
まずは計算しましょう。ここで実年齢よりも老化しているかしていないかが分かるんです。ここまで大丈夫ですか？ではここからチェックシート2に移ります。ご覧ください。こちらも9つの項目出ております。さあ当てはまる数を数えてください。その数かけるマイナス1の数を計算してくださいね。ここで実年齢よりもあなたが若くなるかならないかが変わってきます。ではここから最終計算に入りましょう。チェックシート1と2の合計の数足すあなたの実年齢イコール腸年齢になります。さあ計算してみてください。おいくつになりましたか？ここで分かりやすく実例を挙げて計算してみます。まず例えば50歳の方がチェックシート1に当てはまる項目が4つあったと。ではかける2倍で8ですよね。そしてチェックシート2番で5つ項目に当てはまったとなったらかけるマイナス1なのでマイナス5ということで、腸年齢の計算方法はこのチェックシート1の8足すチェックシート2のマイナス5足す実年齢ですから、計算するとこの方の腸の年齢は53歳ということになります。さあいかがだったでしょうか？今回はテレビ朝日羽鳥慎一モーニングショーで紹介されていた腸のお話、ぎゅっと凝縮してダイエットの観点からお話ししてみました。ぜひあなたの腸内環境を整える一つの方法として取り入れていただきまして、日々のお食事改善、生活習慣の改善にお役に立てていただけたらとっても嬉しいです。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またご感想などコメントいただけますととっても励みになっております。それでは次回の動画でお会いしましょう。